はい、どうもナバールです。今日はクロノクロスのゲーム紹介、曲紹介31日目です。で、昨日の続きから早速します。で、クロノポリス内のイベントをそのまんま続けていきます。また別の部屋にね、向かうことになるんですよね。昨日の続きから行ったら、で、その部屋に行ったらね、真ん中に玉みたいなものがあってね、それにね、人が集まってくるんですよね、影がね。まあ、これ研究員たちだと思います。で、初めのセリフにね、11世紀の科学者ルッカによりその可能性が示されたというところから始まります。まあ、このルッカね、前作のね、幼馴染のクロノのね、キャラクターのルッカですよね。で、玉晶ブラックホールを利用してね、これをね、時の玉、真ん中にある時の玉らしいんですね。で、これを利用、ブラックホールを利用して時の卵をね、作っていくっていうことらしいんですよね。で、ここでやっと初めて時の卵が出ました。まあ、この時の卵、まあ、クロトリガーでもね、出てきましたよね。まあ、クロノが死亡シーンがあったんですよね。で、それを1回やらせるためのね、イベントシーンね、まあ、それだけのための時の卵だけやったんですけどね。まあ、クロノクロスでももちろん出てきます。まあ、このタイミングですよね。前作までやったら正直内容はね、よくわからないっていうか、明かされてはいなかったんですよ。ちゃんとしたね、詳しい内容はね、時の卵について。で、ここでね、このクロノクロス内で初めて明かされるようになるんでね、まあ、この内容はね、その間の内容があったんですよね。このブラックホールを利用しての時の卵っていうところ、その間に内容はあったんですけど、ここ難しいんで説明するのが、画像を貼っておきますので、そこをご参照ください。で、話に戻って、ルッカはどうやらね、この時の卵についてね、研究をねしてたらしいんですよね、独断でね。で、まあ、彼女はクロノトリガーでもね、機械いじりがすごく好きな女の子でね、キャラでね、いろいろね、開発してるんですよ。で、タイムトラベルをするんですよね、クロノトリガー。それをね、作ったのは、何を隠そうがこのルッカなんですよ。だから、もともと天才なんですよね。で、時の卵のね、ことにね、まで興味を持ったということなんですよ、結論で言うたら。で、いろいろね、ルッカは調べていくことによってね、このルッカの理論だと、次元を転移できて、異なる時空とのね、行き来が可能になるかもしれないという過程をね、結論出したらしいんですよね。で、古代王朝にも時の卵があったとされるっていう話も出てきます。まあ、多分サラの時代のね、古代の時代のことだと思うんですけどね、確かにあったんですが、この研究員たちはね、そんなものは存在していないと。だから古代の時代はね、この世界は歴史上から消えているんですよね。まあ、本当あったことは確認できたんですけども、なぜこの時代にはもうクロノもルッカもマールも、まあ、みんなおらないわけなんですよね。まあ、誰も信じることはないですよね。で、クロノポリスの研究員はね、卵を自らの手で作り出そうとしているわけなんですよ。でも、さっき言った通りね、クロノトリガーで時の卵のことはよく分かっていないので、このクロノクロスでどんなものが明かされていくんですけど、まあ、しかし、怖い実験でもありますよね。まだ分かっていないし、まあ、時っていうぐらいやし、その次元をね、揺らがす可能性があるって、異なる世界に飛ばす可能性があるっていう時点でね、まあ、非常に危険な実験でもありますよね。で、ここの会話終わって港に向かうことになります。で、そこにも人がおるんですよね。まあ、そこの人に話しかけないと話は進まないんですよ。で、このクロノポリス内のね、このイベントのうちの、まあ、一番オチまでいかないんですけど、一番重要なことを言うんですよね。
独り言としてね、その研究員の人で、このクロノポリスの研究センターの基礎がなったのはね、時間研究室は、まあ2300年にね、天才科学者ガッシュによって設立されたというんですよ。ね、ガッシュね、最初らへん出てきましたよね。ジャコツ館の、図書室みたいなところにね、あったおじいちゃんね、まあ前作にも出てきてたっていう話もしました。このクロノポリスを建てたのはこの人なんですよ。で、その後彼は行方不明になったらしいんですよ。行方不明になった後にセルジュたちと会ってるんですよね。意味がわかりませんよね。まあなんか理由があるんでしょう。で、このクロノポリスをね、どういう経緯で作ったかまだこの時点でもちろんわかりません。まあ後々ガッシュにね、聞くイベントももちろんあります。まあ、聞かないとね、始まりません。もう明らかにキーキャラですよね。キーキャラクターになっちゃってるんですよね。で、このガッシュについての話が終わったらね、もうそのまま先に進みます。この先に進んだ先が、ようやくシナリオを進める内容となります。ということで、今回はここで動画を終了します。はい。もうこのクロノポリス内のね、会話めちゃくちゃ長いんですよ。でも昨日、一昨日、約3日間、4日ぐらいかな。もうめちゃくちゃ長くて、もう約30分以上かかりますよね、一気に話したら。はい、私も疲れてきますので、日に日に小刻みで話していっています。もう、なんていうか、ここまで来たらもう、セルジュの立場に立ったら、もう完全に巻き込まれた以外の何もんでもないんですよね。で、なんで山猫がこのセルジュのね、体を入れ替えないといけないことになったかっていうのも、この明日から真相が明かされていきます。で、ルッカがなんで時の卵を作ろうと思ったか、作ってしまったか、なんでね、山猫に殺されないといけないことになったかっていうのも、やっとここで事実が明らかになります。ということでね、今回の動画はこれで終了します。私、ナバールと申します。Twitter もやってます。興味持たれた方いたら、チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。今日はここで終わります。ありがとうございました。バイバイ。